開いた茶葉が湯気と踊るようにほどけたら思い出す思うままの歩き方を地図とは違う道も地図通りの道でも小さな景色もあ、今降った風は寂しさにほー感動本当ですって台湾で茶色いものは大体美味しいんですってそれ何情報ネットですだろうねあ、じゃあ私そろそろ失礼しますさん明日からでしたっけバースデー台湾ソロ活うんさあ乙女めぐみ一人で好きな場所に行き一人で好きなことをして好きな時間を吸ってめぐみさんはもう出ちゃいましたよ伸びをして開いた茶葉が湯気と踊るようにほどけたら思い出す思うままの歩き方を地図とは違う道も地図通りの道でも小さな景色もソロ活って言うけど誰でも一人でできることやってるだけなんじゃないの？え？あの新型ウイルスのせいでみんな普通に一人で行動するようになったから別にソロ活って特別じゃないですよねかくしてソロ活女子早乙女めぐみの時代は終わったそんなわけないでしょう今降った風は寂しさより私の形を軽やかになぞるふてまばたいた先に誰かがいる楽しくなる巨人それ何情報？ネットです。だろうね。